ちゃん、もしもーもしもーし元気ですか？元気ですよ。じゃあ、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですよ。では、さとちゃんに73の質問いきます。イエーイ、イエーイ。じゃあ、まず一つ目、はい、小学校の時のあだ名は？サトピかサト、うん、お好きな食べ物は？寿司とみかんと、うん、お嫌いな食べ物ない。じゃあ料理はしますしたりしますか？このコロナの時でママとパパが仕事の時とかは料理自分でする。得意料理は？得意料理はないけど、適当に混ぜ合わせたり、その時の勘で作ったりするから、得意料理はない。わからへん。一緒にランチしてみたい人は？あやちゃん。じゃあ、ありがとう。じゃあ、さとちゃんがお酒飲める年になったら、一緒に飲みに行きたい人は？あやちゃん。じゃあ、さとちゃんの好きなご飯屋さんは？好きなご飯屋さんは、いろいろあるけど、お寿司屋さんがナンバーワンで、その中でも長次郎が一番好き。長次郎。じゃあ、毎朝必ずやることは？お勉強。はい。じゃあ何をするときが一番幸せですか？あやちゃんと踊ってるときが一番。よろよ。では、さとちゃんが食べたことない食べ物で、食べたいなって思う食べ物。うん、大盛りのお皿にいくらだけが入っている、うん、そこになんか違うすごいやつが入っているやつを食べてみたい。おー。では、さとちゃんが今まで見た夢で一番印象に残っている夢は？あ、一年に一回絶対見る夢で、スーパーの中で襲われる夢。絶対一回見んの？絶対一年に一回見る。じゃあ、さとちゃんにとって家とは？秘密基地みたいな？家族だけの。じゃあ、さとちゃんの好きなアニメは？鬼滅とワンピース。お、じゃあ、過ごしてみたいキャラクター？一緒に過ごしてみたいキャラクターは、善逸と、ルフィと、あやちゃんが言ってる、ウマルちゃん。じゃあ、ドラえもんの道具を一つ使えるなら？ビッグライト。アニメに出演するなら、どんなアニメ？戦うアニメ。うん。じゃあ、さとちゃんの歌詞、誰ですか？あ、中島みゆき。会ってみたい歌詞は？会ってみたい歌詞は、嵐？今、さとちゃんがハマっていること。鬼滅の漫画読むことと、自分で適当に混ぜ合わすご飯を作ること。じゃあ、一日だけ入れ替わるとしたら誰がいいか？あやちゃん。では、さとちゃんにとってないと生きれないもの？ママとパパと地球と、命。本、テレビ、アニメ、映画の世界で生きれるなら、どんな作品の世界に住みたいですか？広いところ。さとちゃんのやめたい癖。全部ムキになる。うん、もう、学校のリレーとかでも、もう負けたらめっちゃ大泣きするから。あ、泣くことだな。じゃあ、さとちゃんの隠れた才能を見せてください。除霊ができる。なんか塩をまいて、ほんでうってやんって、あっってやったら除霊ができる。これは誰でもできるかもしれんけど。でももう
いろんな人に言ってるから隠れてない。あ、隠れてないか。言っちゃうから隠れへん。さとちゃんが一番影響を受けた人。あやちゃんと学校の先生。さとちゃんにとってダンスの魅力とは。さと、みんなで楽しくできて、ほんで、なんか、わーってなったりするときもあったり、よっしゃ、勝つでってときもあったりするかな。それが、みんなあったらめっちゃいいって思う。それが外はええかなと思う。うん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 。いや、一番気に入っている自分の外見は、バレエの時の写真撮影の自分。うん、おお、なるほど。じゃあ、やってみたいダンスジャンルはありますか？外国とかのノリだけで踊るダンス。好きなダンサーは？あやさん。一緒に踊ってみたい人は？自分で行っちゃうからあんまりおらへんけど。うんうん。そうやな。うん。イベントで、楽しかったイベントは？ワップラ。じゃあさとちゃんの有名のステージは、うん、アライブの国技館のあの中のベスト8からのおあそこステージは、じゃあさとちゃんの、うん、してみたい仕事は、ユニバダンサーと保育園の園長先生。はい、じゃあ大切にしていることやものは、もう壊れちゃったけど、この靴、ニューバランスの。じゃあさとちゃんのこれまでの人生で最大の冒険やったなって思うこと。豊中っていう駅から、うん、何やったっけ、重曹まで歩いた。うん、怖くて挑戦できないこと。お化け屋敷。おー、じゃあ、人生で一番嬉しかったことは？うん。なんか、生まれた瞬間が嬉しかったかな。おー。じゃあ、1ヶ月以内で、最高に嬉しかった出来事は？あやちゃんとレッスン。うん、あやちゃんのレッスン。おー。じゃあ、これまでで一番勇気を出した行動は？フライングダイナソーに、乗ると前。自慢できる過去の出来事。2歳の時に一人で駒なしを乗れたこと。止まれないけど。じゃあ、最もうわーやらかしたなって思うクレイジーなこと。バトルの練習行く時に、うん、靴と靴下を、うん、と服を忘れた。じゃあさとちゃん、人生の目標は？300歳まで生きること。うわ、すげえな。OK。 じゃあさとちゃん、サプライズは好きですか？好き、大好き。じゃあこれまでで一番のサプライズは？のぞき見太郎みたいな、なんかテレビがあった時に、なんかフラッシュモブで、うん、出た時のおばあちゃんの泣いてたところが一番サプライズだったかなって。じゃあさとちゃん、お家で一番好きな場所は？リビング。うんうん。じゃあデートに行くならどこに来たい？テーマパークかな。テーマパーク。じゃあさとちゃん、新婚旅行に行くとしたら？わかる。アメリカのユニバ。おー、いいですね。じゃあさとちゃんのタイプな男の人は？優しくて賢くて、佐藤が言ったことを聞いてくれるとか、あとなんか面白くて、ほんで気が合う方が楽。オッケー。じゃあ好きな国は？日本。お、行ってみたい国は？アメリカとシンガポールとブラジル。お、住んでみたい国は？アメリカ。日本で住んでみたい場所は？東京？やっぱり沖縄。じゃあ大阪といえば？
大阪といえば、なんか、ノリがいいし、で、お酒飲んで、怒ったらめっちゃキレる。じゃあ、大阪人のいいところは？いいところは、チームワーク感があるから。うん、じゃあ、大阪人の嫌なところは？車の運転が、危ない人がおる。じゃあ、大阪で好きな場所は？大阪で好きな場所、美濃。じゃあ、さとちゃんが人に会った時に最初に見るのはどこですか？目。じゃあ、さとちゃん。無人島に3つ持っていくなら何を持っていきますか？ママと、パパと、家。特殊能力が使えるならどんな力がいいですか？もう一人自分ができる。オッケー、じゃあ自分を動物に例えるなら、イノシシ。犬か猫どっちが好き？犬。じゃあツイッターかインスタグラムならどっちが好き？ツイッターしてへんからインスタ。オッケー、じゃあ好きなスポーツは？卓球とか陸上とか。じゃあ、やってみたいスポーツは？スケボーや。おー。じゃあ、さとちゃん、アイドルグループに入るなら、アイドルグループに入りたい？嵐。おー。さとちゃん、じゃあ、今一番欲しいものは？iPhone 11。おー。じゃあ、さとちゃんにとって愛とは？ラブ。ラブ。次行くよ。人の許せない行動は？挨拶せえへん。じゃあ、さとちゃん、嘘をついてください。さとは今、453歳やで。発熱はしてますか？今？うん。してない。味覚はありますか？あります。コロナウイルスは好きですか？大嫌いです。じゃあ、さとちゃん、あと2つです。うん。今楽しみにしていることは何ですか？中学と合宿。次、最後です。さとちゃんは、ウブメンバーだったら、誰の73の質問聞きたいですか？アイキッチョ。あ、アイキッチョ。おー。はい、キッチョね。オッケー。以上でーす。バイバイしたくない。バイバイ。楽しかった？楽しかった。間違えて大好きって言おうとした。固まっちゃった。あやちゃんかわいい。